高校3年の夏、ひょんなことから出会ったお姉さんと一緒に動物愛護活動をお手伝いすることになった私。進路に迷っていた中で活動していたから不安もあったけれど、これをきっかけに一つの決意と目標が私の中に芽生えた。お姉さん、ずっと悩んでたけど私、進学します。実際にやってみて分かったんです。もっと勉強しなきゃいけないって。そして少しずつでも、みんな自分のできる範囲で動物たちのために活動することができるんだって。だから私、いつか人間と動物が共存できる社会を作れるように、いっぱい勉強して、いろんな経験していきたいと思います。まあ、よかったわ。ついに決まったのね。慌てなくていいの。ゆっくり磨いていってね。その心にある原石を応援してる。さーて、次は私からのお知らせ。ついに見つけたの。伝説のニャントニーロードの手がかり。近いうち旅に出るつもりよ。本当ですか？やったじゃないですか。あれ？じゃあここはどうなるんですか？ふふん、その件についてはね、バタゲ。ここは愛ちゃん、あなたに託そうと思うの。私のもう一つの夢の続きをここで叶えてくれるかしら。ということで、このお話もいよいよクライマックスだけど、動物と共に暮らすことをテーマにお送りするこの番組はこれからスタート。川見彩のアニマルカンパニー、始まり始まり。FM ギナワン火曜日夜9時を回りました。この時間は川満愛のアニマルカンパニーをお届けします。この番組は猫好きの私川満愛がその輪を広げ、猫以外の動物もめでながら、動物好きとそうじゃない人も巻き込みつつお届けする番組です。また FM 小座では月曜日お昼1時から再放送でお届けしています。ということで、 FM 小座でお聞きの皆さんはこんにちはの時間帯でございます。FM ギノワンでお楽しみの皆さんは、この後夜9時55分頃までどうぞお付き合いください。ゆたしくです。この番組はユーストリームで音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらでもどうぞお楽しみください。さて、8月ももう最後の週ですね。8月30日火曜日です。皆さん夏はいかがお過ごしでしたでしょうか？私は夏らしいことはほぼせずに過ぎ去っていきそうな予感ですけども、沖縄は台風も全然今年は当たらずですが、本州の本土の方はちょっと大変ですね。今日台風10号が東北の方へ上陸ということで、皆さんの地域大丈夫でしょうか？結構ね、千葉とか東京あたりは影響が出てるんじゃないかなと思うんですが、台風に弱いよね、本州は。冠水したり、ほんと水すぐ溜まって川が氾濫したりとかね、結構ありますから、ほんと海辺、川辺、水のある場所には近づかないように皆さん気をつけて過ごされてください。あのね、ニュース見てるとね、みんな傘さしてる人が多いんですよね、本土の方って。もうこんな強風で傘はさせないでしょ。むしろね、傘が飛んで危ない気がします。だからね、ちょっと傘もね、気をつけながら使わないといけないなと思いますよ。もう刺してる意味がないっていうぐらいの状況で刺してる方結構ねいらっしゃるみたいですよね。あのニュース映像とかを見てるとですけど、台風これからもちょっと警戒が続くのかな。9時時点でどうなっているか分かりませんが、皆さん台風情報チェックしながら身の安全を第一に気をつけて過ごしてください。沖縄は本当にね、晴れておりまして、台風の影響全然ね、来てないんですけど、まあ、台風というか私ね、綿毛の影響がすごいですね。綿毛というのはうちの姉の家で飼ってる猫なんですけど、姉の家に泊まりに行くともうね、子猫だから動くものにやっぱすぐ反応するんですよね。こう足を
寝てる時にちょっと動かしただけでもう飛びかかってくるか、もうなんかしようっていう動いたら遊ぶのみたいな感じで、もう足とか手とかにまとわりついてもう作業ができないみたいな感じになってるのが可愛いんですよね。そうなんです、うちの子が一番可愛いんです、結果みんな言いますよね、動物飼ってる方々は。今日わたげも登場させてくれていたドアタマの一番最初のアニカン劇場、皆さんの中でも定番化してるといいですね、サクサクさんこんにちはサクサクですとメッセージ付きでアニカン劇場送っていただきました。なんだか久しぶりですね。そうなんですよ、先週は再放送でお届けして、先々週はお盆のためお休みということでお届けしていたので、お久しぶりの放送になりますね。さて8月も終盤ということで、先月から始めたこのお話もいよいよクライマックス、今回もよろしくどうぞと。なんか展開してきて、主人公の私も進路が見つかり、そしてとにかく明るいお姉さんっていう役名がついてるあの謎のお姉さんも、伝説のニャントリーロードの手がかりが見つかったと。あのね、割と楽しみにしてます私この展開。そろそろクライマックスということで、最終回いつするのかな、ぜひまたあの来週も楽しみにしてますので、こちらこそよろしくどうぞ。さて川見財のアニマルカンパニー、この番組は動物と暮らすをテーマにお届けします。今夜はアニマルニュースのコーナーと、そしてアニマル大喜利もありますが、なんと今夜で最終回となっております。ぜひ皆さん最後のアニマル大喜利お楽しみに。それでは川見財のアニマルカンパニー、今夜もスタートです。アニマルカンパニー、この番組は NPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力とペットボックス沖縄の提供でお送りします。アニマルカンパニー。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい。沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。チューブで生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス、ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達。快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。川満愛のアニマルカンパニー。アニカンアニマルニュース。アニカンアニマルニュース、最近目にして気になった動物ニュースをお伝えします。今夜はこちらのニュースです。火事で部屋に残された赤ちゃん、愛犬が覆いかぶさり炎から守り抜く。外出中に自宅が炎に飲み込まれました。火事が発生したのはアメリカのメリーランド州ボルティモアという町。8月14日、その町に住む一人の女性は、生後8ヶ月になる娘と愛犬を残し、数分間だけ車で外出しました。
しかし戻ってみると、その数分の間に自宅が火事になっているのを目撃します。部屋の中からは娘の声が聞こえてくる。女性は救出しようと試みるも、炎が激しく部屋には入れません。隣人の方も応援に駆けつけ、ドアや窓を蹴破り、部屋に突入するも、子供のいるベッドルームまでは炎の勢いが強すぎて、誰もたどり着けませんでした。その後、消防車が到着し、消火を開始。消防士が急いで突入し、子供の救出に成功しました。女の子は救急救命士の処置によって息を吹き返し、病院に搬送された後、顔や足、腕の片側だけがひどく火傷をしていると判明。消防士によると、部屋に突入した際、愛犬が女の子に覆いかぶさり、自分の体を盾にして炎から女の子を守っていたといいます。女の子のいるベッドルームにとどまり、自分の身を挺して女の子を救った犬は、残念ながら助かりませんでした。この8ヶ月の女の子のお母さん、この女性は取材に対して、娘を救った愛犬は自分の最初の子供だったと話し、なぜ火事が起きたのかわからないと涙ながらに語りました。女の子は現在火事のため集中治療室で必死に戦っているとのことです。このニュースではその時、女性にとってのこの愛犬が自分の子供だった、最初の子供だったと話しているということに対して、その犬にとっては後から来たこの女性の子供、生後8ヶ月の女の子は自分の娘だというふうに認識していたのかもしれませんとニュースの中では話をしていましたが、本当にそれぐらいきっとワンちゃんとこの飼い主の女性の間では信頼関係があって、その自分の飼い主である女性の子供はもう自分の子供っていうふうにこのワンちゃん見ていたのかもしれません。そうやって人間とワンちゃんと信頼関係がしっかり築けて守りたいっていう気持ちがね、ワンちゃんにもすごく出ているという今回のようなケースがあるのに対し、やっぱり動物の命をむやみに奪っているというニュース、事件、事故、いろいろありますよね。なんかこのワンちゃんの気持ちと、それを見つけた聞いた時の飼い主さんの気持ち、そして女の子が今必死に戦っているということなので、このワンちゃんのためにも一日も早く回復してほしいなと思います。このニュース、皆さんはどう感じたでしょうか。以上、アニマルニュースのコーナーでした。川光愛のアニマルカンパニー、川光愛のアニマルカンパニーをお届けしています。アニマルエピソード届いてますよ。愛社長、夏真っ只中、沖縄、今年は海で泳ぐことできましたか？していません。予定がありません。海で泳ぐって本当何年間やってないかな。アニカネーム、青に夢中ですと、いつもありがとうございます。お盆で庭の芝生を草刈り機で刈り取っていると、前方に大きなバッタ発見。芝刈り機に驚いて真横にジャンプ。シークワーサーの木で休んでいたメジロに体当たりの直撃し、メジロくん地面に落下。しばらく地面で放心状態のメジロくん。急にバッタが飛んできたんですもんね。さすがバッタ強し。バッタはすぐにその場から飛び立っていきましたが、メジロくんはしばらく動かなくなっていました。日陰の椅子の上に置いておいたら、数分後には飛び立っていきました。毎朝庭に来てるメジロなので、多分明日も懲りずに来ると思います。愛社長、うちの庭に来る鳥や猫たちは基本みんなのんきです。人間をあまり怖がりません。こっちが何もしないのを、何もしないことを分かっているようですと。青に夢中さんの家の庭いいね。いろんな動物たちの休憩場所になってるんですね。みんなのんきです。マイペースに人んちの庭っていうことを気にせずにみんな過ごしているんでしょうかね。
いいなあ、青に夢中さんの家。いつかはね、庭付きのお家で自分たちの犬猫とかと一緒にのんびり暮らしながら、こう庭にね、鳥が飛んできたりとか、虫がいっぱい、虫がいっぱいはちょっとつらいな。いや、なんかね、虫苦手じゃないんだけど、こう大量にいるとちょっとね、つらい。やっぱ苦手なのかな。嫌いじゃないですけどね、全然。トンボとかさ、トンボあんまり虫の代表格じゃないか。まあ、毛虫とかさ、そういうのも全然嫌いじゃないんですけど、カエルとかも。やっぱり子供の時よりは触れなくなってきてますね。なんでだろう、あれ。子供の時は本当何でもかんでも触ってましたからね。それでなんか触っちゃいけない虫とかも友達と触ってとか、そんなこともあったなって今思いましたが、何でもかんでも触るのはね、良くないですけど、やっぱ動物と触れ合うっていうのは幼少期から必要かなっていうのはね、すごい感じる部分はありますね。私もね、ずっと猫とか、猫が一番多くて、やっぱ一緒に暮らしてきたのは。で、犬もいたし、鳥もいたし、お魚とかもいたし、結構動物と触れ合ってきた時間は長かったかなって思うんですが、小学校の時はね、飼育員になりたかったけれど、すごい人気だったから、なんか競争に負けて栽培員ってお花とか育てておりましたけれども、それでも飼育員の友達に混ざってなんかウサギとか見に行ったりしてましたけどね。もちろんお花の世話もね、一生懸命やりましたよ。お花もね、生きてるものですから、植物とかも。それでね、私が通ってた小学校一回お花がいっぱいですごい綺麗っていうので表彰されたんですよ、ちゃんとしたところから。何だったかあんまり覚えてないけれど、校長先生と一緒に表彰式にも行ったんですよ。それぐらいちゃんとね、なんか何アピールだかわからないですけれど、ちゃんとお花も育ててましたが、やっぱり飼育小屋に遊びに行く機会も多くありましたね。ありましたっていうか、勝手に行ってましたね。ウサギとかカメとかニワトリいましたけど、うちの学校は。なんか自分たちと人間と違う動物とか、そういう生き物に触れるっていうのはいいことだなって思うんですよね。どっちかというと犬とか猫は弱い生き物になると思うんですよね。人間よりも弱いっていうところがあると思うんです。だからこそ、共に暮らしていく上で人間が気にかけて守っていきたいっていう部分がやっぱり出てくるわけで、まあきっと犬猫たちも好きに暮らしていいよっていう風になって、その車とかさ、そういう危険なものがあんまりない世界で、その野生みたいな形で生きていく分にはもう強く生きていけるとは思うんです。ただ人間社会にこう馴染んでいる愛玩動物として、ずっと人間と一緒にね過ごしてきた機会の多い犬猫たちは守っていかないといけないんですよね。人間の都合で殺されたりっていうことがあってはいけないと思うんです、本当はね。だからそういう部分も知る機会にもなるし、そこまでいかなくてもやっぱり生き物と接する、生き物と一緒に暮らすっていうことで命の尊さを学べるっていうのは本当にね、月並みな意見かもしれませんがあると思うんですよね。だからこそ今ね、やっぱ動物と一緒に暮らせないっていう方ももちろんいるでしょうし、アレルギーがあって暮らせないっていう方もね、たくさんいると思うので、なんか絶対動物と一緒にいた方がいいよっていうことではないんですが、触れ合うっていうことはいいんじゃないかなって思うんですよね。さて、もう一つメッセージが来ておりますよ。お久しぶりのこの方から、ラジオネーム愛知県のユーミーさん、ありがとうございます。久しぶりですね。愛ちゃん、皆さん、ハイタイ、ハイタイ。またご無沙汰しちゃいました、かっこ汗。ご心配おかけしましたが、なんとか元気です。あ、よかったです。
我が家のパピちゃん、小太郎も元気なのはいいですが、年齢のせいかものすごく甘えてくるようになりました。顔は可愛いままなので11歳には見えず。あ、11歳結構なお年頃ですね。若々しいのが救いですが、顔が若々しいんですね。そんな小太郎ですが、ゴーヤーの味を覚えてしまったようで、最近欲しがるようになりました。味覚が大人になってますね。ただ、消化不良を起こしやすいので、ちょこっとだけ与えるよう気をつけています。ではでは、とユーミンさんからありがとうございます。小太郎くん、ゴーヤ食べるの？ゴーヤ食べちゃうんですか？まあ、犬って結構ね、何でも食べる感じはしますが、まあ、与えていけないものとかねありますから、気をつけながらっていうのはね、ユーミンさんも気をつけながらということですけども、ゴーヤ食べますか？私もゴーヤを最近欲しがるようになりました。小太郎くんと一緒ですね。たまになったらゴーヤーチャンプル作って食べたいなっていう日がね出てきましたね。ゴーヤー大嫌いだったんですけど、あの苦味がねやっぱりどうしても食べられなくて美味しさを感じなかったんですが、ゴーヤーの天ぷらがなかなか、あ、美味しいの、美味しいっていうか、まあ食べられるみたいなところから始まり、ゴーヤーチャンプルもまあでもあの苦味が好きっていう人のようにこの太めにね切って炒めるみたいなことができないですけど、薄めに切って塩もみして苦味を少なくして、もう栄養を抜いてるんだか何なんだかっていう、もうお豆腐も入れるし卵も入れるしっていう状態だったら、なんか全然食べてもいいかなっていうか、あの自分で作ったゴーヤーチャンプルーであれば食べたいと思うようになりました。あの売られてるやつとかお弁当とかでね やるのはあの苦いんですよね。自分好みの味付けで作るのは割と好きになってきましたが、小太郎くんもゴーヤの味を覚えたようで仲間ですね。なんで美味しいんだろう。なんかね、これも食べちゃうっていうか、これもなんか興味持っちゃうみたいなのにね、匂いすることあるよね。なんか歯磨き粉とかさ、ボディクリームとかにすごい反応しちゃうんですよね。で、油断してるとこのボディクリームとかでね、足をマッサージとかね、乾燥を防いだりとかね、塗るじゃないですか、女性の皆さんは。そしたらなんかそれを狙ってなんか舐めようとするからね、ちょっと危険だったりするんですよね。なんかこれは食べてはというか体内に入れてはいけないだろうっていうね、そもそも食べ物じゃないですからね、ゴーヤとかと違って。だから長ズボンとかを履いてそうされないようにね、舐められないように気をつけますが、なんでそこをいい匂いしちゃうんだろうね。あ、いい匂いんだけど食べようみたいな、なんかちょっと舐めてみようみたいなことになる猫がちょっとよくわからないんだけれども、あのお風呂場のさ、お水とかもね、うちの子結構好きな子が多いんですよ。皆さんのとこ猫ですけど、どうですかね。なんかちゃんとお水として部屋の何箇所かに器に入れたりねしてお水置いてるんですけど、その中でお風呂入った後にね、こうバーッと流しますよね、あのお風呂場を。でドア開けたら猫が待機してて中に入ってきて、その流した後の水を飲んだりするんですよね。あれなんだろうね。ちゃんと飲み水だよ飲み水が言えない飲み水だよって用意しているのに、このわざわざ床にお風呂のタイルにこう落ちた水たちを飲む、まあエコかって思いますけど、いつもあれなんだろうね。ちょっとあったかい方が良かったりするのかな。でも夏場はね、冷たいお水好きな子もいたりするから、やっぱ個人差によるのかなって思いますけど、結構お風呂場の水好きな猫ちゃん私目撃してきたので、ちょっとあったかいみたいなのがいいんですかね。それか用意されたやつじゃないっていうちょっと特別感があるのかな、どうなんだろう。あの綿毛はね、昨日うちのお姉ちゃんが自分で飲むように準備したコップから水飲んでましたね。
お前のはそれじゃないよっていう感じになったんですけど、めっちゃ口突っ込んでましたね。なんだろうね、自分のじゃないのを欲しがる感。ユミさんのとこの小太郎くんもそういうことなのかもしれないですね。なんか何それみたいな、食べてみたいっていう好奇心から、でもゴーヤ食べたいのか、大人だな小太郎くん。ユミさん、お久しぶりでメッセージありがとうございます。で、お体元気なようで安心ですが、まだまだ残暑ちょっとね、夏続きそうですし、愛知県は台風の影響受けてないですかね。ね、千葉とか関東の方から上だから大丈夫かなと思いますが、まあ、体調にもお気をつけて、皆さんそれぞれの地域でも、台風とかね、そういったことも情報をちゃんと見ながら気をつけて過ごされてください。ユミさん、メッセージありがとうございます。それでは一旦 CM を挟んで、後半最終回の、そうなんです、最終回のアニマル大喜利をお届けしたいと思います。それでは一旦 CM です。アニカン、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るために、お母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水、アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい。沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。チューブで生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス、ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達。快適なペットライフのために、お近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー、アニマル大喜利。アニマル大喜利です。8月30日火曜日、8月最後の放送となりましたが、なんとアニマル大喜利が今夜で最終回でございます。最後のアニマル大喜利のお題は、動物たちだけのお祭りが開催、お祭りのメインイベントとは、でお届けします。最終回です。さあ行きましょう。なんかね、お祭りに行く機会がね、私なかなか多くて、お仕事帰りにちょっと立ち寄ったりとか、この間ね、FM 小座さんで放送しておりましたけれども、全島エーサー祭りの特番をやっておりまして、日曜日はね、なんと7時間という長丁場でお話しされてましたが、その最後の方にね、ちょろっと遊びに行かせていただきました。お祭りね、いつの世も盛り上がって伝統的に続いていくお祭りもたくさんあって楽しいですよね。花火も打ち上がっておりましたし。さて、動物たちだけのお祭りが開催されます、そのお祭りのメインイベントとは、でアニマル大喜利です。まずはこの方、アニカンネームじゅんさんからいただきました。いつもありがとうございます。あいちゃん、こんばんは。こんばんは。じゅんさんからのアニマル大喜利です。お題、動物たちだけのお祭りが開催、お祭りのメインイベントとは、ゴリラ対ゾウによるこの時期にはきつすぎる熱々ラーメン60分大食い選手権。しんどい、しんどすぎる。なんでゴリラとサイとゾウが選ばれたんだ。ゾウとかめっちゃ熱いよね、絶対。だってお箸使えるかな、鼻使ったら熱いもんね。浅いも、サイ難しいね。
ゾウとゴリラはお箸使えそうですけど、サイは難しいもんね。直で行くしかない。熱い、つらい。60分大食い選手権、熱々ラーメンを食べる。しかし笑いを取るためわざととろみをつけてあるので火傷注意と。じゅんさんめっちゃド S。 なぜそこでさらにとろみをつけてしまう。熱い、熱いよ。でも熱々ラーメン美味しいよね。暑い日に食べる熱々ラーメンもなかなかうまいと思っております。じゅんさんありがとうございます。続いて、アニカンネーム青に夢中さんからのアニマル大喜利です。愛社長、日差しの強さに負けてやりたい浜足日諦めてませんか？やりたいよ、やりたいけど、どうしても浜で遊びたいみたいなことはないよ。暑いんだもんな、本当にね。沖縄の暑さは尋常じゃないですね。アニカンネーム青に夢中さんからのアニマル大喜利です。お題、動物たちだけのお祭りが開催、お祭りのメインイベントとは。大好きな食べ物が敷き詰められたプールでの大食い競争。動物たちのお祭りのメインイベントは大食いっていう認識なのかな。でもこれはいいね。大好きな食べ物が敷き詰められたプールだからね。どれだけ早くプールに並べられたお皿の上の食材を食べ、周りにある食べ物をどれだけたくさんゴールに持ってゴールできるかどうかを競う競技。どういうこと？あ、プールに並べられたお皿の上、プールは水入ってますか？のお皿の上に食材が並べられていて、それを食べつつも水中に落ちている食べ物をどれだけ拾ってゴールできるかっていうこと。なかなかハードゲームですよこれは。青に夢中さんによると、ただ食べることに夢中になりすぎると優勝できませんと。確かに拾っていかないといけないですもんね。さて、愛社長なら勝利と負けても好きなものをいっぱい食べるの、どちらのを選択しますか？私で言うところで、メロンが敷き詰められているってことですよね。もったいないから一皿残らず食べる方を選びます。でも勝利への、ね、熱は捨てないですよ。だから急いで食べる。メロンとかだったらちょっと早く行けそうじゃないですか。ちょっとこのお祭り参加したいです。熱々ラーメンよりは好きな食べ物を出してくれるとありがたいと思います。さて、時間的にももう最後になってしまいますが、この方からのアニマル大喜利で締めたいと思います。愛ちゃんこんばんは。愛ちゃんらしいコーナータイトルが聞けなくなるのが寂しい、エヴァじゃない方のシンジです。大げさな交換好きでしたよと。ありがとうございます。アニマル大喜利って言った後ね、テンテケテテテテテっていう謎に壮大な BGM ね。なんかね、私もだんだんハマってきてましたよ。最初はなんか大げさすぎるな、なんだかなと思ってたんですが、やっぱね、大喜利とかだとあれぐらい派手な方がねいいですよね。さて、最後のアニマル大喜利、エヴァじゃない方のシンジさんからいただきました。アニマル大喜利お題、動物たちだけのお祭りが開催、お祭りのメインイベントとは。アニソンのアニはアニメじゃないよ、アニマルだよ。リンゴ飴争奪アニソンカラオケ大会。ちなみに前回の覇者は見事な臨床で会場を沸かせた森の熊さんチーム。リンゴ飴に蜂蜜たっぷりかけてもらって大喜び。リンゴ飴が景品のアニマルソングカラオケ大会ってことですね。アニソンカラオケ大会はアニメソングじゃなくてアニマルソングのカラオケ大会と。別に動物の歌じゃなくていいんですかね。動物たちが歌うからもはやアニマルソングになるっていうことですかね。勝利チームにはリンゴ飴、森のクマさんチームちょっとつぼったな今。シンジさんから、愛ちゃんいつも長い大喜利付き合ってくれてありがとうね、感謝しています、ありがとうね、楽しかったよ、エヴァじゃない方のシンジと。ありがとうございます。本当に皆さんの大喜利ね、私が聞きたいがために始めたアニマル大喜利ですが、楽しい、面白い
回答をしていただいて本当にありがとうございました。楽しかったですね、アニマル大喜利。大喜利ってすごいね。笑点もねちょこちょこ見たりするんですけど、楽しいよね、笑いってすごいなって思いますということでアニマル大喜利最終回お届けしました。皆さん参加してくれてどうもありがとうございました。さて続いてはこのコーナーをお届けします。知って広がるアニマール。知って広がるアニマール。このコーナーでは動物に関する出来事をいろいろとご紹介、知ることで動物たちと人と人との輪を広げていきましょうということで、今夜のテーマは動物愛護習慣です。皆さんは動物愛護習慣ご存知ですか？動物愛護管理法では国民に広く動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めてもらうために9月20日から26日は動物愛護週間と定めています。動物愛護週間に行われるイベントの一つに環境省が開催するポスターの公募と表彰があります。こちらは動物愛護に関するポスターの公募ですね。最優秀賞の作品には環境省大臣賞が贈られます。また動物愛護週間中央行事実行委員会が毎年動物愛護フェスティバルを開催しています。今年は9月17日土曜日に東京上野で屋外行事が開催を予定されています。このイベントでは動物休憩所も用意されていて、ペットを連れてイベントを楽しむことができます。イベント会場では獣医師による動物相談のブースほか、様々な展示ほかブース、野外ステージが行われます。動物愛護週間中の9月24日土曜日には、こちらも東京の上野にて屋内行事、こちらは屋内行事が行われます。環境省そして動物愛護団体が主催したコンクールの表彰が執り行われる予定です。また午後からは動物愛護公演パネルディクスカッションが行われます。気になる方はぜひ動物愛護週間中央行事の Facebook をご覧ください。沖縄でももちろん動物愛護週間にイベントが開催を予定されています。この動物愛護週間はただペットが可愛い、動物が可愛いという期間ではなく、正しく動物を飼うための知識を身につける、関心、理解を深める動物愛護週間となっています。ぜひ今年は皆さん各地で行われるイベントなどに赴き、動物愛護について、動物と共に暮らすことについて考えてみてはいかがでしょうか。動物愛護週間は毎年同じ期間です。9月20日から26日までの1週間。今年は来月9月20日火曜日から26日月曜日までの1週間が動物愛護週間となっております。ぜひ皆さん各地域のイベント探して参加してみてください。ぜひ動物への関心、理解を深めて動物と一緒に暮らすことができるいい世の中を作っていきましょう。今夜の知って広がるアニマールは動物愛護習慣についてお伝えしました。アニマルカンパニー、アニカンお届けしています。来月動物愛護週間がありますが、動物愛護週間が始まる9月20日の直前、9月18日日曜日に
つなぐフェス実行委員会那覇市町側のお店の方々とつなぐ沖縄さんが主催する、犬猫殺処分ゼロを目指して人と動物、人と人、未来へつなぐつなぐフェスボリューム2が開催されます。去年は私もね見に行ったんですけども、つなぐフェスボリューム2が今年も開催されますよということで、このイベントは犬猫殺処分の現状をまずは一人でも多くの人に知ってもらう、考えてもらうきっかけを作ることを目的としています。来場者、参加者が楽しみながら気軽に動物愛護に参加ができる、地域の人と共同で開催することにより地域の問題の一つとしても考えてもらえます。このイベントでは県内で活動している他の動物保護団体さんへ寄付を集めるために出展者さんを募り、出展料を運営費を除く全額を物資に変えて寄付をするということです。参加者の方も楽しみながら動物愛護に参加ができるように、いろんなお店の方に出展していただいているようで、音楽ライブもステージで開催されます。そして同時に動物保護団体さんの里親会を開催、保護犬猫たちのことを知ってもらい実際に触れ合う機会を作ります。このつなぐフェスなんですが、動物愛護、動物愛護習慣って聞くとやっぱり難しい話とか自分とは遠い話、あんまり馴染みがないとか、ちょっと難しく捉えてしまうっていう方も多いと思うんですね。私も今日動物愛護習慣っていうのをあとお話ししたり、動物愛護、動物と共に暮らすというこの番組を始めてから、やっぱりその興味ある人はここが良かったねっていうお話を聞いてくださったり、教えてくれたりとかするんですけども、やっぱり動物とあんまり関わりがなかったり、どう関わっていけばいいのか、動物愛護って難しいなって感じている方にとってはなかなかなんか難しい話だねっていう風に言われることがやはり多いんですね。そういった方々もイベントとしてまずは動物愛護のこのつなぐフェスのイベントに参加してもらうことが一つきっかけになるんじゃないかなと思います。動物愛護としてではなくても全然いいと思います。一つのイベントとして参加してみて、その中で動物愛護のお話を聞いたりとかすることできっと入ってきやすいことがあると思うんですよね。ぜひお近くの方はつなぐフェス、遠い方でもつなぐフェス遊びに行ってみてはいかがでしょうか。場所はですね、沖縄県の那覇市です。那覇市にぎわい広場にて開催を予定されています。9月18日日曜日の午前11時から午後6時まで、飲食物販などなど総勢42店舗さまざまなジャンルのお店が出店を予定しているとのことです。ぜひつなぐ沖縄の Facebook からつなぐフェスボリューム2のイベントページもご覧いただけますので、そちらでも見ていただければなと思います。動物愛護っていうとね、やっぱり難しく感じちゃうんですよね。そして私もね、動物好きですし、猫とずっと暮らして、犬とかもねいっぱいいる中で、ね、自分の子はやっぱり可愛くて好きだったというか好きなんですけど、動物とかは。でもやっぱ動物愛護ってどうしたらいいのか、殺処分の現状をね知った時に、なんかわー嫌だな、そういうことがあるのはってすごく思ったんですけど、自分がどうしたらいいのか、自分が殺処分をなくすとか動物たちを守るっていうことに対してどう動けばいいのかというか、自分ができることってあるんだろうかっていうのをね、気づかないことがたくさんあったんですよね。なのでまずはこういうイベントに気軽にね本当に参加してみてっていうのはね、一ついいきっかけなんじゃないかなと思います。さてここで一つね、普通歌が来てたのでそちら紹介しますよ。アニカンネームじゅんさんからです。ありがとうございます。あいちゃんこんばんは。日曜日はエイサー祭りの前頭のエイサーですね。ラジオ出演お疲れ様でした。ツイキャスで見てましたよーと。あー、ありがとうございます。間に合うかなって感じだったのでね、全然直前までお知らせしてなかったんですけど、仕事があって、そして混雑でね、
いけるのかなどうかなっていうふうに FM 小山のスタッフさんと話してましたが、全然余裕で間に合いまして、お祭り遊びに行かせていただきました。愛ちゃん情報として10月8日に出演する映画が公開になるそうで、とても楽しみにしています。沖縄以外の地域でも見られますよねと。そうなんです、10月8日にね、私が出演させていただいた沖縄を変えた男という映画が公開予定になってます。沖縄先行上映で10月8日にスターシアターズで公開されますが、沖縄以外の地域でも見られるようになるといいなっていうところでございますね。きっとね、公開されると思います。沖縄水産の、蔡秀吉監督を描いた作品で、蔡監督の役にはガレージセールのゴリさんが、主演して、私は蔡監督の、同じ学校に勤める先生として、出演させていただきました。ぜひね、沖縄県内の方は10月8日スターシアターズで沖縄先行上映がスタートするのでご覧いただければ、県外の方は、続報をお待ちいただければと思います。じゅんさん、いつも私ね、自分の告知とかお知らせとか本当忘れちゃうからね、メールで送ってお知らせいただいてありがとうございます。自分でやれよいって感じですよね。助かっております。ありがとうございます。そうそう、そういえばそういえばなんですが、一番最初のアニカン劇場でも綿毛が登場しておりまして、私のツイッターでもちょこちょこ綿毛という猫が登場しておりますが、まあうちの姉のね、猫だっていうふうに話したんですけど、もう見たことないほど凶暴で、凶暴っていうかね、この足に飛びかかってくるこの子猫特有のね、何でもかんでも遊びたいっていう感じもあるんですが、なんかね、ものすごい暴れん坊なんですよね。で、その子をしつけるために、このアニカンで調べた知識とか、いろんな知識をね、駆使してしつけているとこなんですが、なんとなくね、すぐご飯のお皿に手出したりとかしてたんですよ。で、そういうのを、ダメだよっていうのを、ちょっと低めの声で叱って、やったりとか、手を押さえたり顔を押さえたりとかしてると、だんだん分かってきて、やっぱりね、通じ合うというか、っていうものがね、ちゃんと分かる、猫にもしっかり伝わるし、伝えようと思うとこう、あ、ダメなんだみたいなのがちゃんと伝わるなというのがありましたね。だからしつけで困ってる方、あちこちトイレしちゃうとか、犬とかだと吠え癖が治らないとか、いろいろあると思うんですよね。猫と一緒に暮らしてたりするとやっぱりなんかここっていう時にやられてしまったりとかすると、ちょっとね、嫌になったりする時もあると思うんです。でも猫と一緒に、犬と一緒に、動物と一緒に暮らすためにはね、一緒にお互いが譲り合って、そしてなんて言うんですかね、助け合って暮らしていくものだと思うんです。人間もね、人間同士ももちろんそうやって暮らしていくと思いますし、動物たちともね、意思疎通ができるわけですから、言葉は喋れなくても何を考えているのかなとか、自分が何を言いたいんだよっていうのも動物たちにね、しっかり向き合えば伝わるんだなっていうのをやっぱり実感しましたね。なのでしつけに困っている方は諦めずにトレーナーさんについてもらうっていう方法もあると思うんですよね。なかなかそこまでっていうのは難しい方も多いかもしれませんが、本当に困ってしまうのであれば、そういった方に相談して、一緒にやっぱり暮らしていくっていうことをね、模索してほしいなと思います。こうやって噛み癖が治らないとか、吠え癖が治らないとか、あちこちに猫がしっこしちゃうとか、そういうのでね、動物たちを手放してしまう方もいらっしゃるようなので、それは本当に人間がそこは頑張って向き合っていかないといけないところだと思うんですよね。なのでぜひ動物たちとは意思疎通ができる、人間が諦めなければ伝わることはあるんだと思います。ぜひしつけに困っている方は、いろんな、今ネット社会ですから情報を駆使しながら、人にも頼りながら、動物たちと一緒に暮らす方法を考えて
行ってもらえればいいなと思います。そしてね、うちの綿毛っていうか、もううちの子ではないんですけどうちのお姉ちゃんの子供というかね、猫なんですけども、なんかね、今新しい子を迎え入れようかっていうのを悩んでおりまして、その辺もね、どうしようかっていうのもラジオでお話できればいいな。やっぱりね、1匹で一緒にいるより、なんか2匹でこうお留守番してる時も楽しくっていうのがいいのかな。でも綿毛はちょっと1匹狼っぽいななんて悩みつつ、なんかそのうちまたもう1匹トライアルするかもしれません。ちょっと綿毛続報をお楽しみに。私が言いたいだけなんだけど、もう姪っ子のようだよね、いないけどうちの子可愛いってなっちゃうよね親バカになるね、動物も人もね。皆さん、今夜もメッセージありがとうございました。毎週日曜日、ワンズパートナーの会さんが譲渡会を開催しています。ワンズパートナーの会は、沖縄県の犬猫の殺処分数を減らし、動物たちの命を救うべく活動を続けている団体さんです。来月9月の譲渡会は9月4日ペットボックス那覇店にて、9月11日はペットボックス茶壇店にて、9月18日ペットボックス那覇店にて、9月25日はペットボックス茶壇店にて開催を予定しています。開催時間は午前11時から午後2時を予定しています。新しい家族を待っているワンちゃんに皆さん会いに行きませんか？ワンズパートナーさんでは、気に入った子が見つかるとそのまま譲渡ではなく、トライアル期間が設けられています。一緒に暮らせるかしっかり確認した上で、新しい家族として迎え入れていただきます。犬と一緒に暮らすことを考えている方は、ぜひ一度譲渡会へ足を運んでみてください。今週は来月ですね、9月4日日曜日、ペットボックス那覇店にて開催予定です。譲渡会場や時間は変更になることもあります。譲渡会に行かれる際は Facebook などで情報を確認してお出かけください。詳しくはワンズパートナーで検索をお願いします。そしてつなぐ沖縄さんとワンズパートナーの会さんが所属する琉球ワンニャンリーマールさんが、9月に沖縄市にて実施する3回目になる沖縄桜猫 TNR のボランティアさんを募集しています。TNR というのは、野良猫を捕まえて不妊手術をして、そしてリターン、その場に返すという事業のことですね。この TNR は、野良猫、野良犬の殺処分、沖縄県の殺処分をゼロにするために行っている活動です。ぜひ皆さん、ボランティアのご協力よろしくお願いします。期間はですね、9月の8日木曜日から9月の12日月曜日朝9時から夜9時に開催を予定されています。ぜひ一度琉球ワンニャンゆいまるさんのブログチェックしてみてください。よろしくお願いします。さて、今夜も番組聞いていただいてありがとうございました。メッセージいただいた皆さん、そして最終回になったアニマル大喜利、ご参加ありがとうございました。最後ね、個人的にはいい感じに締められたんじゃないかなと思います。いやー、結構好きなコーナーでしたね。ご参加ありがとうございました。アニマルカンパニーではメッセージを募集しておりますよ。詳しくは番組ツイッターがございますので、アニマルカンパニーで検索してツイッターの告知等々をご覧いただければなと思います。メールアドレスは animal@fmginawan.com です。番組の感想メッセージもお待ちしております。それでは、今夜もお聞きいただきありがとうございました。お相手は川光愛でした。アニマルカンパニー、この番組はNPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力と、ペットボックス沖縄の提供でお送りしました。それではまた来週です。バイバーイ。
高校3年の夏、ひょんなことから出会ったお姉さんと一緒に動物愛護活動をお手伝いすることになった私。進路に迷っていた中で活動していたから不安もあったけれど、これをきっかけに一つの決意と目標が私の中に芽生えた。お姉さん、ずっと悩んでたけど私、進学します。実際にやってみて分かったんです。もっと勉強しなきゃいけないって。そして少しずつでも、みんな自分のできる範囲で動物たちのために活動することができるんだって。だから私、いつか人間と動物が共存できる社会を作れるように、いっぱい勉強して、いろんな経験していきたいと思います。まあ、よかったわ。ついに決まったのね。慌てなくていいの。ゆっくり磨いていってね。その心にある原石を応援してる。さーて、次は私からのお知らせ。ついに見つけたの。伝説のニャントニーロードの手がかり。近いうち旅に出るつもりよ。本当ですか？やったじゃないですか。あれ？じゃあ、ここはどうなるんですか？ふふん、その件については。ね？バタゲ。ここは愛ちゃん、あなたに託そうと思うの。私のもう一つの夢の続きを、ここで叶えてくれるかしら。ということで、このお話もいよいよクライマックスだけど、動物と共に暮らすことをテーマにお送りするこの番組はこれからスタート！川光愛のアニマルカンパニー！始まり！始まり！FM ギノワン火曜日夜9時を回りました。この時間は川光愛のアニマルカンパニーをお届けします。この番組は猫好きの私川光愛がその輪を広げ、猫以外の動物もめでながら、動物好きとそうじゃない人も巻き込みつつお届けする番組です。また FM コザでは月曜日お昼1時から再放送でお届けしています。ということで、 FM コザでお聞きの皆さんはこんにちはの時間帯でございます。FM ギノワンでお楽しみの皆さんはこの後夜9時55分頃までどうぞお付き合いください。ゆたしくです。この番組はユーストリームで音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらでもどうぞお楽しみください。さて、8月ももう最後の週ですね。8月30日火曜日です。皆さん夏はいかがお過ごしでしたでしょうか？私は夏らしいことはほぼせずに過ぎ去っていきそうな予感ですけども、沖縄は台風も全然今年は当たらずですが、本州の本土の方はちょっと大変ですね。今日台風10号が東北の方へ上陸ということで、皆さんの地域大丈夫でしょうか？結構ね、千葉とか東京あたりは影響が出てるんじゃないかなと思うんですが、台風に弱いようで、本州は冠水した